呼んだかい？こう見えても司書として働いているんだよ。予告状を書く練習をしていた。どうだ、かっこいいだろう。私の予告状を受け取ったなら、日頃の行いを振り返ってみるといい。図書館に来たらおすすめの本をたくさん紹介しよう。例えば「怪盗の涙」はどうだい？悪い奴らを見かけたら私に報告してくれ。